さあ続いては音楽のコーナーでございます。毎回いろんなライブハウスの方に来ていただいておすすめのアーティストを紹介してもらうというこちらのコーナー、今回はニューレトロクラブの陽一さんです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。お願いします。お願いします。はい、あら陽一さん、はい、これ T シャツは、あ、これはあのうちの10周年の、あ、うん、あもらってるはずですよ。あのこの間で出られましたから。あ、そうですか。あれ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 、ありがとうございます。はい、はい、もうね、もういろんな種類があるんですもんね。いろいろあったんですよ。 T シャツ、はい、もらえないでしょ。僕そうですね。そうそうそう、出てないんですから出てないわけですからね。そうなんです。見に来てね、文句ばっかり言ってる人にはプレゼントできないはい、さあそれでは、今日のおすすめのアーティストはどんなアーティストでしょうか。今日はですね、はい、あのサンセットクルーズさん、お、あの県北のバンドなんですけども、はいはい、もう宮崎にぴったりのバンドなんですよ。ですね、あの以前ですね、はい、ドラマーがこう集まって、うん、掛け算くくやったの覚えてますか。はいはい、あの時 の、 あの、はい、一番真面目のなるほど、真面目な人さんのバンドですね。わ、はいはい、かりました。じゃあ早速ご覧いただきましょう。はい、どうぞ。掛け算くくでドラムを叩いていただいて、はい、いただきました。何ですか、本当に。何ですか、ドラマーズの告知でね。そか、ヒュヒュだから流れてないですもんね。流れてない、流れてない。掛け算ドラム、うん、どういうやつですか。何ですか、シッてそんなやつをドラムに叩いてすごいこのチンプンカンプン。
さあ、ということでサンセットクルーズご覧いただきましたけれども、はい、やはりね、いろいろコンテストなんかでも賞を取ったりだとかそうですよ、ねされてますので、しっかりしてますよね、今日も、ハーモニーもまた綺麗ですよね。ですよね。もう伊豆さんがあんな綺麗な声を出すと ねもう面白いな全然違いますよねステージと普段の、ね、ちょっとイーグルスっぽい感じ で、ね、ですね。なんかあの西海岸の感じがしますので、はい、宮崎にぴったりですよ ね、 ですね。今回ちょっとそのしっとりとした曲でしたけどね、はい、あのライブもすごい盛り上がりますので、はい、ぜひ皆さん名前を聞いたら足を運んでいただきたいと思います。さあその他、レトロの情報はございますでしょうか。ですね、はい、今回ちょっと2つのやつを持ってきました。出ました、はい、玉広い光一クインテット知ってます？と安心したい安心したいあのこの人とこの人ですわこの人とこの人安全地帯のハッピーバンドが2つです、はいはいカバーバンドがですね、はい、もう一つはあのちょっとジャズっぽく、はい、一つはもう本物っぽく、うん、あと一つはこの王様ですね、はい、入ってました、ね、はい、王様のライブはもう本当に面白い、はい、あのあの英語の曲を日本語直訳できる、はい、直訳そう、はい、以前もまあ告知しました、はい、あの王様一番面白いのはね、うん、あのギャラもらう時が一番面白いから、はいはい、そろそろ饅頭をいただけるかなというふうに言ってらっしゃいましたからね、はい、面白いなと。これライブは本当に両方とも盛り上がるイベントだと思いますので、はいはい、ぜひ皆さんこちら足を運んでいただきたいと思います、はい、ということで Q&A レトロクラブの陽一さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。